こんにちはソッカー塾の久保です、えー、今、令和2年の7月13日21時12分なんですけども、1エイダが14円を指しております。まあ、14円前後ですね。14.02円とか、あの辺でございますけども。 えー、このチャートを見てどういうふうに、ね、ボックスを引くかってことをちょっとお話ししておきます。このボックスの引き方が分からなければなかなかどこで買っていいのか、どこで反転するのか、どこで売るのかってことが利益確定するのかってことが見えないと思いますからね。でまずは、ですね、えー、こういうふうにグッと伸びてるところがあると思いますけども、もどこだかわかりますグッと伸びてるところね。それがここなんですよ。こういうふうに伸びてますよね。 でこれがどこからどこに向かって伸びているかというとずっとお話ししていたのは10円と11円の間のボックスです。これがずっと、ね、推移していたんですけどもそこからぐっと伸びて今度は新しいボックスに向かっていったんですけどもそのボックスをこれからどうやって引くかというお話なんですよねで。この図の中で一番高値をつけているところってどこか分かりますかね。一番高値をつけているところっていうのは、まあ、当然ここですよね。これ以上高値をつけているところ他にないじゃないですか。 ここなんで、すよ。で、高値をつけたところから下がったり上がったりするんですけども、一番低いところ、どこか分かりますかね高値をつけた後ですよ。それは、ここじゃないですか。うん。これ以上に低いところっていうのは、このぐーっと伸びたところで一番の高値をつけるまでね、ないわけですよ。それ以前の、こっちの世界の話になります。こっちの世界の話ね。 えー、ということなんで、これ消しますけども、ボックスはこの一番上のところとね、えっ、ー、と、これですね、これ一番上のところと一番下のところを結んでできるわけなんですね。こんな感じの箱です。えー、そうすると、現在値っていうのは14.02円って言いましたけども、えー、ただいま令和2年の4月13日21時12分の時点では、どこにあるかっていうと、ここに 値段があるんんででボックスのちょうど中央なんですよねだからこれから上に行くのか下に行くのか分からないとこですけども、うん、まあ上に行くんじゃないかなと思いますけどもねえどっちに行くのか分からない状態ですじゃあ上に行くとしてどこで、えー、反転売りを利確を仕掛けていけばいいのかっていうところはもう分かりですよね一番上のここここに近づいた時もしくはここに達した時に ああポジションを持ってるるる方は売れば利益確定させることができるってことできすただしそうならない場合もありますそうならない場合はどういう時かっていうとここを突き破って上に行く時ですよねその時はどういうふうに見ればいいかってことなんですけどもここと同じなんですよここを突き破って新しいボックスに向かった時と同じなんでここを抜いた時14.5円ぐらいですかね 14.5円を抜いて15円以上になったときっていうのは15円から16円あたりの新しい、底値と上値がわからないところですけども新しいボックスに向かうっていうふうに考えるんですよねそうすると今度はここで買いを入れると大きな利益がねここと同じように見込めるってことになりますので仕掛けておくっていうふうな考え方ですはいでこれをね参考にしてやってくださいってことではないです私はそういうふうにやって 勝ち続けててるってことなんですよもちろん他に勝つ手法があると思いますんで、えー、どの方法を取るかっていうのは皆さんの、ねえー、思い思いだと思いますけども、えー、私は、ね、こういう,ふうな方法を用いています、えー。もちろんそうじゃない場合もありますけどねいつもそうではないですけどもまずは新しいフェーズ新しい、えーまあ、この値幅ができたらね新しいそのそれ何ですかね、えー このボックスができたら、新しいボックスができたら、その間はこういうふうに考えていきますね。そうするとね、まあ簡単なんですよ。自分の基準を設けて、まずは型を作ったときに、その型がどこまで守られるのか、どこで破れるのかってことを繰り返していくことが検証になりますのでね、これがね、FX で学んだことです。現在、FX もね、同じように学ぶことができるんで、やっぱり暗号通貨は、 ICO というね、宝くじみたいな、よくわけの分かんないのは、本当、やらないほうがいいんですよ。あれ、購入が何十万とか、100万前後とかっていうの、わけもわからないのに、宝くじみたいに買わなくちゃいけないじゃないですか。で、営業マンは値上がりする可能性があるよって強調しますけど、値上がりしない可能性もあるわけですよ。で、多くの方が値上がると期待をかけてね、もう信じちゃいけないものを信じてしまったんですよ。そこにはね、思考が入ってないんですよ。 どうして値上がりするのかってことが分からないのに、えー、有名人が成立してるからとかね市場で、えー、売れるからとか言うんですけども、まあ、そもそも市場で売れる前にその ICO でこれだけ多くの人が買ったら <laughs> 上場した瞬間にみんな売りに入るから値下がりするんじゃないかなっていうことすら多くの方は分からないんですよね。だから投資をしてるるとと仕込みの時に買いすぎると 公開したときに買われないっていことが、本当、この逆発動がね、なかなか見えてこないようなところがあるんですよ、まあ、本当、投資をやってると、これが見えてくるんですけどねうだから、なんですかね、一般公開前に買いすぎると、売られすぎると、誰がいっぱい一体ね、公開した後に買うんだよって話ですよね、うんまあ、そういうところが、ね、ありますんで、まあ、多くの方には、これはもう周知の事実というか、まあ、そんなこと、今更さら言うことでもないぞ。 っていう風に感じると思いますけども、だったら利益出してないといけないんですよ。え今の発想がね、もうん、そんなの誰でも知ってるよっていう方も知るとしたら、じゃああなたは今日どのくらいの資産に、うん、増やせているんですかっていうことがね、またあの一つの問いかけとして出てくるわけですよね。分かっているなら勝ってるはずなんですよね。うん、でここでちょっとね、えー、分かっているんだけども、それが扱えなければ。 結局勝てないということもねわからないでもないということを付け加えて今日の放送を終わらせていただきます。どううもありがとうございました